海底の炭鉱次の日2月20日の朝は遅く目を覚ました前夜の疲れで11時までぐっすり寝過ごしてしまったので起きるとすぐ私は服を着替え大急ぎでノーティラス号の震度を調べにサロンに行ってみたケーキは缶が依然南を指して5 0 k ロの震度を 1>, 1時間20ノットの速力で進んでいることを示していた。幻想に映る魚の種類は今まで挙げたものと大して違いはなかった。長さ4メートル半もある巨大なエイやいろいろな種類の負荷がいたが負荷の中には長さ5メートル近くもあって鋭い三角形の刃を持ち水中ではほとんど見えないほど透明なものもいた。 セイユは骨の多い魚類の中に鋭い歯を並べ立てたような上顎を持った長さ3メートルもあるものやアリストテレス時代から海流と呼ばれて知られている美しい色彩のものなどを見つけたこの海流は背にスパイクがあるため危険でなかなか捉えにくいものとされているのである4時頃になると 今まで石化した樹木の混じったデードからなっていた海底の土が次第に変化して石ころが多くなり歴岩や玄武岩や溶岩の破片がいくらも見えた私は長い平原が終わっていよいよ山岳地帯に近づいたのだろうと考えた果たしてノーティラス号が少し進むと南方の限界は高い絶壁で閉ざされ 全ての出口を塞がれたようなところに出た。その絶壁の頂上は確かに海洋の水面を越しているに違いなかった。それは大陸、あるいは少なくとも島、カナリア諸島かケープヴェルデ諸島の一つに違いない。まだ方位の観測が済んでいなかったので、私は艦の正確な位置を知ることができなかったが、とにかくこれらの絶壁は、 あのアトランティスの境をなしているように思われた。前夜私たちが見たのはその大陸のほんの一小部分に過ぎなかったのである。長いこと私は窓際に残って海底の美しさに見とれていたがやがてノーテラス号がその高い垂直な絶壁の側面に着いたと思われる頃突然窓の扉が閉まった。 どうしたのか私にはわからなかった。私は自分の部屋に帰ったが、カンはもう動かなかった。数時間眠ったら起きるつもりで私は床に入った。だが目が覚めてサロンに行ったのは翌日の8時であった。圧力計はノーティラス号が海面に浮かんでいることを知らせてくれた。おまけに看板には足音が聞こえた。 早速昇降口に行ってみると、扉は開いていたが、予期に反して外は真っ暗だった。缶は今どこにいるのだろう。私は思い違いをしているのだろうか。まだ夜中なのだろうか。いや、夜ではない。星が一つも輝いていないし、夜はこんなに真っ暗ではないはずだ。私が考えまどっていると、突然耳の近くで声がした。 先生、あなたでしたか。ああ、館長、ここはどこなのですかと私は聞き返した。地下ですよ。地下それでいてノーティラス号は浮いているのですか館はいつだって浮いていますよ。しかし、私にはどうも飲み込めませんが。ちょっと待ってください。電灯をつけますから。明るいところの方がお好きなようだから。 私は甲板に立ったまま待っていた。闇は漆のように真っ暗で、根も艦長の姿さえ見えないほどだったが、頭上を見上げると丸く穴が開いているような一種の薄明かりがぼんやり認められた。と、その時電灯がパッとついて、その強い光のために弱いかすかな光はかき消されてしまった。私はちょっとの間、 眩しさに目を開けることができなかったが、しばらくして目を開くと、ノーチラス号は埠頭のような形をした山の近くに浮いていた。そこは四方を絶壁で囲まれた直径2マイル、周囲6マイルほどの湖水で、その水面は圧力計で見ると、外界の水面とほとんど同じ高さにあるらしかった。すると湖水と海との間には、 当然何か連絡がなななければならないはずである。その絶壁は前のめりに突き出て大きな上下を逆さまにしたような形の丸天井を形作っており高さは約500メートルほどあったその頂上に一つの丸い穴が開いていてそこからかすかな光が差し込んでくるのだがそれは明らかに太陽の光線らしかった ここは一体どこなのですかと私は再び尋ねた。地下山の真ん中ですよ。幾度も地球に大変動があったのち、その内部に海水が入ってたのですね。あなたが眠っていられる間にノーティラス号は海面下10メートルばかりのところに通じている自然の地下水道からこの湖へ入ってきたのです。ここはどんな台風にも平気な 全全く安でで便利な避難航ですよ。どんな大陸や島の海岸にも暴風雨に対してこれほど完全な避難所はありませんなるほどここなら安全でしょうねまさか火山の真ん中まであなたを追っかけてくるものはないでしょうからしかしあの頂上に穴が開いているようですがあああれは噴火口です昔は、 溶岩や水蒸気や火炎がいっぱいとぐろを巻いていたところですが今では私たちが呼吸する大事な空気の流通口になっているのですでこの火山はどういう山なのですかこの近海にはたくさんの島が散在していますがその一つです船から見れば単なる砂浜に過ぎませんが私たちにとっては立派な港なのです 私は偶然これを発見したのです。でもこの避難所が何の役に立つのですかノーティラス号には港なんか必要ないはずですがいや船を動かすには電気が必要です。そして電気を作るにはナトリウムがいります。ナトリウムを取るには石炭がいります。その石炭を供給するのは炭鉱です。この海底には 地質時代の初期に大森林が埋没されたらしく、今日ではそれが完全に炭化しているのです。私にとってはまさに無人尊の炭鉱ですよ。すると、あなたの部下たちは今、交付の仕事をしていられるのですね。そうです。ここの炭鉱はニューキャッスルの炭鉱と同じように海の下に広がっているのです。私の部下たちは潜水服を着、 ツルルハシシとャベでで石炭を掘り出すのです。の私は地上の炭鉱から石炭の供給を受けようなどとは微塵も思っていません。私がその石炭を燃やしてナトリウムを作る時にはあの噴火口から煙が出て火山が再び活動を始めたように見えるでしょうよ。その人たちが働いているのを見せていただけましょうかいや、それはダメです。少なくとも今度はダメです。 急いで海底旅行を続けなければならないので私も今度は貯蔵してあるナトリウムで我慢することにしたのです積み込むには1日で十分ですし積み込みが終わったらすぐ後悔を続けるつもりですからもし洞窟へ行くとか湖水を回ってみたいというご希望でしたら今日のうちになさるのですね私は館長に礼を述べ私の連れを探しに 館内に降りた二人はまだ自分たちの部屋に閉じこもっていた。私は彼らを誘って私の後からついてくるように言ったが私たちが今どこにいるかは告げなかった。二人は甲板に上がってきた。どんなことにも驚いたことのない混聖湯は海の下で眠り込んだのだから山の下で目が覚めたって不思議はないとでも言ったような平気な顔をしていたが。 ネットランドの方は、この洞窟のどこかに出口はないものかと、そればかり考えているようだった。朝食を済ませると、10時ごろ、私たちは海岸に降り、山の方へ出かけた。また上陸できましたね、とコンセイユが言った。コンセイユくん、これは陸地とは言えんよ。地上にいるんじゃなくって、地下にいるんだからね、とカナダ人は抗弁した。 山の絶壁と湖水との間には一番広いところで150メートルばかりの砂浜があった。この砂浜を伝っていくと楽に湖水を一巡りすることができそうであったが、高い絶壁のすぐ裾は一面石ころだらけで、火山岩や大きな軽石が美しい形に盛り上がっていた。これらの石灰群は 全て地下の火の作用で磨き上げられたと見えてつやつやとした光沢を放ち私たちの伝統の光に三千然と輝いていた歩くにつれて私たちの足元からは雲母の再編が火の粉のように舞い上がった間もなく3人は長いスロープの麓に達したがこの坂道は水晶や長石や石英などで足が滑りそうになるので 歴岩の間を用心して歩かなければならなかった。この巨大な洞窟が火山性のものであることは一見して明らかだったので、私は二人にそのことを説明した。この噴火口内が煮えたぎった溶岩でいっぱいになり、灼熱した液体が噴出した時の光景を想像してみるんだね、と私は言った。まったくものすごかったでしょうね。 でもどうしてこの火山は活動を休止したのでしょうかまたどうしてその溶鉱炉がこんな静かな湖水に変わったのでしょうかと、コンセイユが尋ねた。それはだね、コンセイユ。おそらく太陽の底で地震が起こり、ノーティラス号を通過させるような裂け目を作ったのだよ。そして、大西洋の水がこの山の内部に侵入したのさ。その時、水と火土の間には、 恐ろしい総統があったに違いないがその総統は結局怪人の勝利に期したんだねだがそれも大昔のことで今では海中の火山もこんなふうに平和な洞窟となっているわけだするとネットランドが口を入れた「なるほどお説の通りでしょうしかしわしたちの立場から言うと先生のおっしゃったその割れ目が海面上にできなかったことは 誠に遺憾ですね。しかしネット君その割れ目が海の下でなかったらノーチラス号はそれを通ってこんなところへは来なかったろうよとコンセイユが言った私たちは坂道を登り続けた道はますます険しく狭くなっていったところどころ深い洞窟をくぐり抜けたり また小高い岩山を迂回しなければならなかった私たちは膝ずりするようにして這い登ったしかし今世油の起点とカナダ人の腕力とでそれらの障害も全て克服された10メートルばかり登るとそこからは土質が変化し歴岩や素面岩は黒い玄武岩に代わって規則正しい三量系を成した玄武岩が 大自然の作った驚嘆すべき巨大な丸天井のセり持ちを支える列柱のように並んでいた。玄武岩層の間には冷却した溶岩の流れが歴性のような光を放っていた。またところどころ大きな硫黄の絨毯が広げられていた。頭上の噴火口からは次第に強力な光が差してきて。 この巨大な山の底に永久に埋まっている火山の陥没地をほの暗く照らし出した。だが、やがて75メートルほどの高さに達すると、丸天井のアーチが私たちの上にのしかかるようになり、一歩も進めなくなってしまった。そこでやむなく私たちは方向を変えて、中腹回りをすることにした。この頃から鉱物の間にちらほら 植物の影が見えるようになり、ある種の干木や樹木さえが、絶壁の隙間から生えていた。また、ある種の高灯台化の植物や、色も匂いもあせた花を物植げに垂れているヘリオトロープなども見えた。また、生気のない長い葉を持った葦の根元には、幾株か,かの野菊が心細げに咲いていたし、また、溶岩脈の間には、 なお幾分匂いを持った小さなすみれもあったので私は懐かしくそれを嗅いでみた匂いは花の魂であるが海の花には魂がなかった私たちはやがて岩間に根を張った頑丈なドラゴン樹の根元のところへ来たすると突然ネットランドが叫んだ「やあ蜂の巣だ蜂の巣だ蜂の巣?」 と私は半信半疑で聞き返した。ええ、A、蜂の巣ですよ。とカナダ人は繰り返した。蜂が現にその周りでブンブンうなってますよ。私は近づいて自分の目でそれを見届けた。一本のドラゴン樹に空洞があって、数千の蜜蜂が群がっていた。カナリア諸島には至るところに蜜蜂がいて、 そののは非常に珍重されているるであるカナダ人は早速蜜の採集を思い立ち枯葉をたくさん集めてきて硫黄を混ぜ火打ち石で点火して蜂を煙攻めにし始めた蜂のうなり声は次第にやみついに私たちは蜂の巣から数キログラムの蜜を採集することができたネットランドの雑能は蜂蜜でいっぱいになった 先生、パンの木の実にこいつをつけて美味しい菓子を作ってあげますよ、とネットは言った。つまり菓子パンってやつだね、とセイ油が口を入れた。菓子パンなんかどうでもいいよ。さあ、早く行くことにしよう、と私は咳立てた。道を回りにつれて、湖水はその全貌を表してきた。缶の伝統が静かな湖面を照らしていたが、 さざつっっていなかったノーティラス号は少しも動かずに元のままの位置に浮かんでいた。甲板の上や山の上には、会員たちが伝統の光を浴びて、黒い影絵のように働いているのが見えた。私たちはちょうど丸天井を支えている第一元層の頂を回っていた。やがて私は、 ミツバチだけがこの火山の内部における動物王国の代表者でないことを知った。胸の白いハイタカやマグソダカのような猛禽が薄暗がりの中をあちこち飛び回っていたり、また長い足でスロープを駆け下りる太った美しい野岩の群れなども見えた。カナダ人がこのうまそうな獲物を見てどんなに欲しがったか。 鉄砲をを持っっってここななかかたたたとをどんにに残念があったかは読者の想像に任せたい。結局彼は石を拾って弾丸に変え熱心に獲物を狙って幾度もしくじった末やっと一羽の素晴らしい鳥を倒すことに成功した彼は危険を冒してようやくそれを捉え例の蜂蜜の入っている雑能に縛り付けたそのうちに頂上へ行く道がなくなったので 私たちは海岸の方へ降りなければならなくなった頭上の噴火口は井戸の口みたいに見えそこから明るい青空と西風に吹き散らされた霧のような弾雲が望まれたその雲の高さから見てもこの火山がせいぜい海抜2 5 0ルぐらいしかないことが分かったカナダ人が大手柄を立ててから半時間ほどして私たちは湖水の岸に戻った その岸の湖岸には海水晶が敷物を敷き詰めたように咲き乱れていた。それは一名ピアースストーン、またはシーフェンネルとも呼ばれている小さな草花だった。根性油はいくたばもそれを採集した。動物ではエビとかカニとかクモガニのような甲殻類やカサゴとかヨメガサラのような貝類が無数にいた。 それから15分後に私たちは山の中腹巡りを無事に済ませてノーティラス号に帰り着いた。会員たちはちょうどナトリウムの積み込みを終わったばかりのところでノーティラス号はすぐにも出版できる用意ができていた。しかしネモ館長はなかなか出発の命令を下さなかった。彼は海底のトンネルを秘密にしておくために出発を夜まで待つつもりらしかった。 とにかく翌朝私たちが気づいたときにはノーティラス号はすでにこの避難港を出て大西洋の波の下数メートルの海中を沖に向かって進んでいたこのチャンネルは「けしンネ登マネキ」動画をお届けしています。